次は関西電力の経営幹部らによる金品受領問題です外部の調査委員会は八木誠前会長や岩根茂樹前社長ら5人が取締役としての職務を適切に行わず会社に13億円余りの損害を与えたとする報告書をまとめました外部の調査委員会は巨額の金品受領問題を受けて 一部の株主が5人の幹部を訴えるよう関西電力の監査役会に求めたことを受けて設置されたものです委員会は報告書をまとめ八木前会長や岩根前社長ら5人の幹部が取締役としての職務を適切に行わず会社に対し合わせて13億円余りの損害を与えたと判断しました具体的には 福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていたことや元助役側に事前に工事情報を伝え予定通り発注していたことさらに業績悪化で減額した役員報酬の一部を密かに補填していたことなどが問題だとしていますさらに今回の事態が発覚したことで CM の差し替えや失墜した信頼回復のための広告費用なども 会社に損害を与えたとしています関西電力の監査役会は受領した報告書に基づき取締役に対する訴訟提起について最終的な判断を下したいとコメントしています。 次は関西電力の経営幹部らによる金品受領問題です外部の調査委員会は八木誠前会長や岩根茂樹前社長ら5人が取締役としての職務を適切に行わず会社に13億円余りの損害を与えたとする報告書をまとめました外部の調査委員会は巨額の金品受領問題を受けて 一部の株主が5人の幹部を訴えるよう関西電力の関西役会に求めたことを受けて設置されたものです委員会は報告書をまとめ八木前会長や岩根前社長ら5人の幹部が取締役としての職務を適切に行わず会社に対し合わせて13億円余りの損害を与えたと判断しました具体的には 福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていたことや元助役側に事前に工事情報を伝え予定通り発注していたことさらに業績悪化で減額した役員報酬の一部を密かに補填していたことなどが問題だとしていますさらに今回の事態が発覚したことで CM の差し替えや失墜した信頼回復のための広告費用なども 会社に損害を与えたとしています関西電力の監査役会は受領した報告書に基づき取締役に対する訴訟提起について最終的な判断を下したいとコメントしています次は関西電力の経営幹部らによる金品受領問題です外部の調査委員会はヤギマコ前会長や 岩根茂木前社長ら5人が取締役としての職務を適切に行わず会社に13億円余りの損害を与えたとする報告書をまとめました外部の調査委員会は巨額の金品受領問題を受けて一部の株主が5人の幹部を訴えるよう関西電力の監査役会に求めたことを受けて設置されたものです委員会は報告書をまとめ 八木前会長や岩根前社長ら5人の幹部が取締役としての職務を適切に行わず会社に対し合わせて13億円余りの損害を与えたと判断しました具体的には福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていたことや元助役側に事前に工事情報を伝え予定通り発注していたこと さらに業績悪化で減額しししたた役員報酬の一部を密かにに補填てていいこととなどが問題だとしていますさらに今回の事態が発覚したことで CM の差し替えや失墜した信頼回復のための広告費用なども会社に損害を与えたとしています関西電力の監査役会は受領した報告書に基づき取締役に対する訴訟提起について 最終的な判断を下したいとコメントしています次は関西電力の経営幹部らによる金品受領問題です外部の調査委員会は八木誠前会長や岩根茂前社長ら5人が取締役としての職務を適切に行わず 会社に13億円余りの損害を与えたとする報告書をまとめました。外部の調査委員会は、巨額の金品受領問題を受けて、一部の株主が5人の幹部を訴えるよう、関西電力の監査役会に求めたことを受けて設置されたものです。委員会は報告書をまとめ、八木前会長や岩根前社長ら5人の幹部が、 取締役としての職務を適切に行わず会社に対し合わせて13億円余りの損害を与えたと判断しました具体的には福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていたことや元助役側に事前に工事情報を伝え予定通り発注していたことさらに業績悪化で減額した役員報酬の一部を 密かに補填していたことなどが問題だとしています。さらに、今回の事態が発覚したことで、CM の差し替えや、失墜した信頼回復のための広告費用なども、会社に損害を与えたとしています。関西電力の監査役会は、受領した報告書に基づき、取締役に対する訴訟提起について、最終的な判断を下したいとコメントします。